なんて愛嬌のあるシダ未来、自然体の魅力が止まらない、乾燥中、ショットにファンとろけまくり。俳優のシダ未来、31、が26日までにインスタグラムを更新。自然体のオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。この日、シダは、乾燥中、と記し、黒 T シャツかけるデニム姿で、新緑が輝く木陰に佇む金英を公開。 写真のシダは右手で帽子とメガネを持ち、左手で前髪を上に向かって立ち上げ、おでこを全開にしている状態だ。乾燥中という言葉と状況から察するに、どうやら額の汗を乾かしているところのようだが、ぼんやりとどこかを見つめるシダの無表情も相まって、シュールさが際立つ一枚となっている。4月1日にインスタグラムアカウントを開設したばかりのシダさんですが、 この2ヶ月でフォロワー数は15万人まで増加。ブレまくりのお散歩ショットやトレーニングマシンに横たわる全くやる気の感じられないショットなど、配エを意識していないナチュラルなプライベート投稿が人気を呼んでいます。今回の投稿も、志田さんらしい自然体の魅力とユーモアが感じられる写真になっていますね、女性誌ライター。ファンからは、撮られてますよ。 これが本当の自然乾燥 W、イヤマガオでの噛み上げがつぼすぎます、というツッコミの声や、なんて愛嬌のある、人類のおでこの究極完成形、未来ちゃんの一般人っぽいところ、めっちゃ好きです、飾ってなくて、素敵です、おでこ乾燥させてるところ投稿するなんてきっと未来ちゃんの毛だよ、許されます、何しても可愛いい、といった好意的な反応が続出している。子役出身の演技派女優として長らく活躍してきた志田さんですが、 こうした飾らない人柄やアラサーとは思えないヒュートなビジュアルが本当に魅力的です。芸能人にとって SNS は諸派の剣でもありますが、志田さんの場合は新たなファン層の開拓につながりそうですね。全道7月5日スタートの、hey「平ぇ」。ジャンプ山田亮介、31主演ドラマ、ビリオン×スクール、富士テレビ系に英語教師役で出演する志田。彼女のファンにとっては、 ほっこり系プライベートと女優スイッチが入った状態の表情の違いも見どころの一つになりそうだ。